古いやつだとお思いでしょうが、古いやつほど新しいものを欲しがるもんでございます。自分不器用ですから。てなわけでございまして、こちら高山昭和館にやってまいりました。シュワッチウルトラマン昭和館を案内してくれっち。どっち？こっち。あし、俺がいたんじゃお嫁に行けぬ、わかっている。お邪魔します。ほー、こういうところなんでございます。お、私たち、もう、どうもどうも、ね、こちらインベーターゲームもございますし、ピンボールもございますしね、駄菓子もございますし、今はね、綺麗な声でいらっしゃいませとお声をかけてくださいました、お嬢様。あ、どうもどうも、どうも。はい、改めまして、こちらスタッフの奥原でございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。奥原さんね、もう入った瞬間からこのレトロ、なんかレトロな、そう、昭和のイメージでございまして、懐かしいおもちゃがいっぱい並んでおりますよね。はい、昭和館いろいろ案内していただきたいと思いますが、奥原さん、はい、行きましょう行きましょう。こちらね、懐かしいブロマイドもございます、うん、ブロマイド、はい、昭和のそうそうたる名優さんたちが、あの、ちょくちょく売れます。あら、そうですか、はい、いい男にいい女。そうなんです ね、 ね、あの、一番人気は龍哲也さんが高校生の子がこの間買っていかれて、嘘、奥田墓場でね、で一世を風靡した、ね、はい、地元の歌手でございますからね、はい、懐かしい駄菓子もたくさんございますが、まあ、でも10円20円で、はい、買うことができますので。なるほど。あの、観光客の方はもちろん、地元 の、 あの小学生さんとか幼稚園の子がお母さんと一緒に買いに来てくださいます。実はね、奥原さん、はい、私はね、はい、この高山昭和館ずっと気になってたんですけどね、もういつから、ね、もう11年経ちますね。11年経つ。そうなんです。はい、それで、ね、て私初めてでございますの。ありがとうございます。あの、最初はちょっと、あの、小さなところでしたけれども、うん、だん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 年々ちょっと大きくなりまして、中は2階もございますし、はい、映画なんかも上映しておりますので。なるほど。すごくね、充実しておりますので。いやいや、いいですね。ぜひかんちゃん、今日は喜んでいただけると思います。喜びます。じゃあ案内してください。はい、どうぞ。はい、かんちゃん、ではこちらへどうぞ。おほんのれんを開けて、お、昭和横丁って書いてありますね。昭和の雰囲気が出てますね、はい、まあ、早速入るとお風呂ですか。そうでございます。懐かしい昭和の銭湯です ね、 ね、今はなかなかこういうのを見ることが少なくなりましたけどね。さあ、どんどん行きましょう、はい、懐かしい映画のこういったのも全部集めてこられたんですかね。そうですね、本当にこちらは全部本物なんです。はい、本物なんですか。そうなんです。全国から集めて、仙台所長が50年もかけてコツコツ集めたものをこうやって皆さんに披露しているわけでございます。これも、あの、当時使っていたものをそのまま再現使っております。あ、これいいですね。今でもよく保育園でもこの乳母車使ってますよ。そうなんですよ。どうの、下下ピッチャン、下ピッチャン、下ピッチャンですね、本当に ね。いやいや、おー、なんかこれ赤ちょうちんいっぱい飲みたくなりますね。生のれんで、はい、ね、本当にこちらも全て使っていたものですね。ほー、すごいですね、はい、自転車もそうですね。あ、これすごい、ね、こんな今でこそね、こんなないですけど、いや、すごいですね。もう、いやいや、すいません、切符ください、切符ください、入場料ってね、いいですね、こういったのもね。そうなんです。高山、今映画館なくて寂しいですけどね。寂しいですね。そうなんですよね、はい、いやいや、もうすごい、ちょっとずつ見るだけでも、おお、なんか懐かしいものがいっぱいですね。こちら今ダンスホール、ね、いやー、なんか本当に ね、あの昭和の時代はダンスが流行ってね、入りました。懐かしい、ちょうどありますね、こういう、ね、小学校の時にこういうのでね、花壇とかね、あー、ちりとりよ、お寿司屋さんもございますじゃないですか、はい、ね、何でもございますね。ほー、これお風呂、
そうですね、はい、ね、当時のお風呂です。おい、お湯加減はどうだなんてね。そうそう、もうちょっと熱くなんて。あ、こちら旅館ね、はい、勝手口となっておりますけれども、はい、また、あ、私これ覚えてますよ。覚えてますか、はい、ね、あのお手洗いに行くときにね、そうです、お手洗いに行った後にこれで洗ってね、で手を洗って、ね、この後でね、はい、このぬか味噌を必ず混ぜて帰ってこいとね、スピルカじゃなくてカルピスなんですよね。昔はこっちから書いたんですね。カルピス、なるほど、カルピスもこの時代からあったんですね。今日奥原さん一緒に飲みに行こうか。ぜひかんちゃん、大人のオーシャンバーで、おしゃれなバーで、ね、おしゃれなバーで。いやいや、この本当昭和横丁ってこうね、うまくねできてますよね。そうなんです。お、懐かしい、こちらカメラとか。こちらはねすごく年代物で、うん、本当にお値打ちありますので、ちょっとケースの中に入れてもらいます。はい、そうなんです。一つ一つが価値あるもんでございますね。はい、はい、奥原さん、ちょっと色っぽい方がいらっしゃいますよ。そうですよね。あのちょっとすりガラスがまた何とも言えないですね。いいですね、こういった雰囲気。いろんなところにこういう工夫を凝らしてらっしゃいますね。はい、あ、かき氷ね、暑くなってまいりましたから氷が食べたくなる季節でございますけど、昭和の食堂ですね、再現しております。よし、行ってみましょうか。はいはい、こんにちは、おばちゃん来たよ。そんな感じですよね。ね、あ、このかき氷機、はい、これも年代もんですね。本当に、まあ、本当にそのもう昭和のそのままの、ね、テレビも、はい、それからメニューも、そうです、ね、はい、そして必ずあってね、コーラのあれがありましたね。ありました。はい、あ、ちゃんと回る、いいですね。こちらは昭和の電気屋さんです。はい、ぜひ患者の中入ってみてください、ね、こういったテレビで、いや懐かしいな。家庭に一台テレビなかったですからね。そうです、本当に電気屋さんのところでみんな集まって見てましたよね。ラジオの形も懐かしいです ね、掃除機も懐かしいですね。本当にうちに入りましょう。うちにね、はい、帰ったぞ、はい、おいおい、お、ちょっと、ちゃんとね、お酒がね、用意してあるね。はい、ありがとうございます。よしよし、やっぱり我が家に来てね、熱いお茶、シャブ台もございます。そうなんですよね、これを見るとね、星ヒューマーターンとシャブ台返しみたいな。こう思ったよりも広いんですね。そうなんです。うん、こちらにですね、その時代を生きてきたような方々がいらっしゃっておりますか。今日はどちらから。神奈川です。そうですか、どうですか。懐かしいですよ。懐かしい、ガキの頃をね思い出しますよ。あ、最高。このね、は、何これ、ガチガチね、はいはい、これ争ったの、姉ごと。チャンネル争い。そうで、最後にはね、これ取っちまうの。取っちまって回さぬようにね、これ抜けるんだよね。あ、なるほどなるほど。なんだろう、ハリマオ。ハリマオありましたね。月光仮面。月光仮面ね。ね、お父さんたちも懐かしい。いや、同年代だもん。あ、同年代。月光。こういう時代があったんですもんね。あったんだよね。よかったね、この頃は。よかった。よかったよ。こちら高山警察宮川交番って書いてありますね。交番ですね。なんか入りやすいですよね。もう開けてあるのでね。そうそうそう、お、今日も頑張ってるかいみたいなね。そうです、そうです。いや、郵便切ってもうね、私もね、いろいろ集めたりもしましたよ。ね、
はい、懐かしい郵便切手もございますね。昔は地域の人と本当に声かけ合って、うんうん、ね、交流があって、うんうん、本当に昭和いい時代でしたよね。あの東京オリンピックの記念切手なんてね、買ってね、集めましたよ。今どこに行っちゃったかわからないね。またこれね、電話ボックス。電話ボックスですよ。お話できますよ。もう話できるの？しも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 。そうです、しもしもです。はい、ね、本当ですね。はい、はい、こちらはね、なんと診察室でございます。おらまあ。ちょっとあの匂いもそのようにちゃんと。あ、そうだ。匂いもちゃんとね、つけております。はい。本当だ。こちら体重計ですよね。赤ちゃんのこの匂い本当。はい、ちゃんとあの作っております、作っております。作ってるの、はい、すごいな、こんなとこまで凝ってるんだ。私たちスタッフ。いや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 、いいですねこれ。かわいい、かわいい、ミゼット。ミゼット。ね、本当にかわいいです。開くじゃないですか。はい、開きますよ。乗ることできますのでどうぞ。はい、そちら乗ってみてください。行くぞ。ブルルンブルルンブルルンブーン。いやね、これはあの映画の三丁目の夕日です。うん、見ました見ました。本当に実際に使ったというふうにあの聞いてますけど、はい、あの映画に出てきた、はい、鈴木オートですね。鈴木オートの、はい、ミゼット、はい、そう、すごい、ね、いやこれ、じゃあこちらパチンコやってらっしゃるお客様がいらっしゃる、ニコニコされて、こんにちは、はい、こんにちは。今日どちらから？名古屋からです。名古屋からですか、はい、どうですかこの懐かしいパチンコ。このチューリップが開くのが嬉しいですね。嬉しいんですね、はい、なかなかうまくいかないんですけど、ね、さっきこの真ん中が入ったので、あ、そうですか、嬉しかったんですけど、真ん中、おー、いい感じ、おー、惜しいですね。残念ですよね、なかなか入りません。全てがね、懐かしいものばっかりで、ね、楽しみましたよ。楽しみましたか、ね、初めて来たんですけど、昭和のいろんなものが残されていて、はい、本当に懐かしいなっていうか、よく残されてあったなと思いました。そうですか。あの、そのテーマに沿って、あの一般の方の生活だったり、お医者さんのところだったり、交番だったり、うん、本当に、お、あ、やりました、やりましたね。いいか、ね、いい音ですね、懐かしいスマートボールでございますよこれ。いやいやいや、もう純粋に遊んで、お、いや、うまいじゃん、やった。どちらからいらっしゃる？金沢です。石川の。今日は金沢の方が多いですね。金沢デーですね。はい、高山は何回かいらっしゃってますか？2回目です。2回目。はい、この昭和館は初めてです。あ、そうですか。今来たばっかり？今来たばっかり。入って、入ってまもうすぐ。今すぐにもうハマって、15分間ぐらい。こっちのパチンコもきっとハマるよ。あ、ハマります。うん、じゃあ、まあ、とにかくぐるっと回ってね。はい、いや、もう熱々ですね。はい、行ってらっしゃい。ラブラブでお湯にまず入って。あーきーバターン、やられた。こんな車初めてですか？はい、ね、なんかすごい古い。どちらから来たんですか？石川県です。石川県、はい、今日は旅行で、日帰りで。日帰りで、はい、あ、ようこそ来てくれました。、ね、お友達同士で。お母さんで。お母さん、お若いですね、お母さん。お、ね、お、はい、なんか美味しいもの食べさせてもらった。今からです。何狙ってんの？飛騨牛。出ました。ね、この昭和感いかがですか？え、もうなんか昭和って感じ。お母さん。お母さん、あの世代なんで、もう懐かしい全部。はい、それじゃあね、はいはい、楽しんでってくださいね。はい、じゃあ出発、出発。はい、かんちゃん、ジュークボックスあります。いいですね。そうなんですよ、これね、ちゃんとね、使うことができるんです。聞くことができます。いや、懐かしい歌がいっぱいあるじゃないですか。ね、夢は夜開く。そうなんですよ。ね、ということで一周回ったわけですね。はい、それじゃあ帰りましょうか。いや、かんちゃん、かんちゃん、ちょっと待って、一応ね。2階もあるんですよ。2階もあるんですか、はい、お、本当だ、はい、2階もある。はい、かんちゃん、
こちらはね、びっくらこいた、小学校のね、地球儀とか、うん、教科書とかね、はいはいはい、通知表まで、なんと、はい、あります。私の通知表なんかないでしょうね。多分。いや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 、もう何から何まで細かいものまでいっぱいありますね。そうなんですよ、本当に細かいね、土びなから、お月さんからたくさんございます、うん、台所でございます。はい、台所ね、懐かしい、ね、はい、そうそうそう、こうやってね、外にあったんですよね。ごますって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 、いやね、いい土壌すぎて、いや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 、おお、そう、こういうおかまで炊いたご飯またうまくて ね、 美味しかったです。お焦げもあったね、はい、ね、あ、お風呂もこんなお風呂でしたか。そうです、お風呂もそうでしたよね。懐かしい、写真がありますね。ああやってバケツで子供が水を入れて、そう、うん、そして炊いたんですよね。かんちゃん、はい、今日はね、一番紹介したい場所があります。はい、どこでしょうか。はい、それはね、昭和の学校の教室です。はい、ぜひどうぞ。おはよう。おはようございます。いやいや、懐かしい机ですね。そうです。うん、本当に。いやいや、そうそう、オルガンがありましたよ。あります。ストーブ、ストーブ。だるまストーブですね。はい。さあ、それではね、出席を取るぞ。はい、ちゃんと今日みんな元気に来てるか。はい。よし。懐かしいアルマイトの給食。あ、こういう弁当箱で ね、はい、箱でね、梅干し前にこれね、本当にね、日の丸弁当。そうです、そうね、はい、これが給食ね。そう、昔はあのああいうのに入って、脱脂粉乳ね、脱脂粉乳なの、まずかったんですよ、脱脂粉乳。コーヒーみたいなね、粉末があってそれ混ぜて飲んだり ね、いろいろ栄養は良かったらしいですけどね。ノートがあるけどな、みんな勉強してるのかな。お、お客さんの感想ですかね。そうです、あ、今日ですね、はい、福井から来日、はい、ファミコン楽しかった、はい、こちらの思い出ノートがこんなにも溜まっております。ちゃんと高山昭和館、皆さんの思い出のノートをしっかり自由ノートとしてみんな溜まっております。溜まっとるの。はい、溜まってます。高山昭和館からお届けしました。来月もまた見てねー。